おはようございます。4月2日土曜日です。昨日は微妙に雨が降ったのでね、ちょっと肌寒い朝ですね。気持ちいい温度です。快適な温度。お野菜と赤ウインナーでパスタを作りました。いただきます。よっ、甘辛で、うまう。はい、めっちゃ雨降りそうですが、赤ちゃんの飲み水がなくなったので急いで買いに行きます。怖いな、 ATM が壊れたみたいにずっとウィ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 言ってる。お金ないんかな、中に。 ATM の中にお金がなくてね、ずっと空回りしてたみたいですね。2分ぐらいして出てきました、カードだけ。はい、お水買いました。ちなみにね、このお水7リットルぐらい入って、190円ぐらいですね。安い。早い。ただいま。クッタハッピーベイビー。首がまだグワングワンしてます。はい、お昼兼晩ご飯、チンゲン菜と豚肉の卵炒め、卵とじみたいなやつです。いただきます。いただきます。おはようございます。4月3日日曜日。はい、ごめんね。最近ハマってる空心菜、炒めても美味しいんですが、まあ、茹でてもねかなり美味しいので、茹で空心菜のマヨネーズをかけて食べようと思います。いただきます。めっちゃ泣いてる。大丈夫ですか。めちゃくちゃ美味しい。おはようございます。4月4日月曜日です。お洗濯、今日から奥さんは英語の先生のお仕事開始ですね。頑張れ奥さん。はい、ということでね、道、昨日の夕方5時、6時ぐらいかな、ちょっとね、尋常じゃなく泣いてて、いつもと様子が違うくてね、いやー、病院行った方がいいかなと思ってたんですが、まあ、おそらくすっごく眠たかったんだと思います。その後もね、ぐっすり寝てくれて、最近昼間特に寝つきが良くなくてね、あんま寝れないので、寝れなくてすごい泣いちゃったんだよね。今は元気そうで良かったです。お、ココナッツが落ちた音がした。ココナッツの下はね、危ないですよ。本当にココナッツ頭に落ちて死んじゃうこともありますから、特にあの熟したというかね、茶色いココナッツの実がある木の下は本当に要注意です。奥さん、3ヶ月ぶりのお仕事です。イエーイ。はい、お昼の1時です。なんかね、なんか食べようと思ってたんですが、なんかあんまり食べたいものがなかったので、日本的な食べ物にしてみました。味のり味噌汁、目玉焼き、キムチ。はい、いただきます。いただきます。マヨネーズ、醤油だけ、卵。味噌汁。生後2ヶ月半、ミッチーが初めて自分の親指を見つけました。よかったよかったね。おはようございます。4月5日火曜日。最近は涼しい夜を過ごしています。
外いいね、気持ちいいね外ね。雨降りそうですが、お買い物行ってきます。お野菜買います。なんか野菜があんまりフレッシュじゃなかったのでスーパーで買います。ヤクルトってね、なぜかすごい人気で1人5個までっていう決まりがいつも書いてますね。1個だけ買います。おはようございます。4月6日水曜日です。最近はあいにくの天気が続いてますね。いかがお過ごしですか、みっちー。眠たいですか。はい。ゴーヤの中が真っ赤なんですが、これ何なんですかね。気にせず食べますが、はい、朝ごはんはゴーヤソーセージ卵チャーハンです。昨日の夕方にね、バック盛りパスタ食べたばっかりなんですが、お腹空いてます。それでは、いただきます。めっちゃ美味しい。ちょっとね、生姜を入れたんですよね。生姜がさっぱりしてる、美味しい。はい、今日は2週間ぶりぐらいに豚小屋に向かいたいと思います。天気はね、曇り、多分午後雨降ると思います。で、その前にね、赤ちゃん用のね、薄暗いライト、ディームライトっていうのがね、壊れてしまったんで、ショッピングモール行って買いに行きます。では行ってきます。はい、ということでね、ディームライトっていうこの赤ちゃん用の薄暗いライトと、あとはね、なんかめっちゃ雨降りそうなんで、豚小屋行って雨降られたら嫌なんでね、簡易のカッパ、よう70円ぐらいの1回で使い捨てのカップみたいな感じかな、買ってみました。それでは豚小屋向かいます。土砂降り、ガソリンスタンドで待機。止んできた、ワンちゃん雨水舐めてる。ふう、空気がめちゃくちゃ美味しい。はい、ということで豚小屋やってきました。タネちゃん、お元気でしたか。お元気でしたか。うわ、口真っ白になってお腹すいた。ハイタッチ、オッケー。お元気でしたか。ゴロンするの、ゴロンするの。お母さんの周りをまだ目開いてない。なんとなんとな、芸能お父さんからナスビとね、ストリングビーンズ、長いビーンズとゴーヤをいただきました。ありがとうございます。新鮮。麹町、豚に遭遇。3頭かな。順調に来てたのにまた雨、ショック。また雨です。フィリピンはね、ところどころにこういうなんか、こういうなんかのんびりできるところがあって、雨宿りできるところがあってありがたいですね。大大雨、スコール、やばいやばい、濡れる。バイクは洗われて逆にラッキーですね。うわお、ただいま。あごあご言ってます。はい、晩ご飯はいただいた義理のお父さんにね、もらったナスビで作った麻婆ナス、いただきます。めっちゃ逆光ですが、いただきます。麻婆ナス丼、ナスがトロトロです。最高に美味しい。うん、おはようございます。4月の7日かな、木曜日かな。はい、タンポポを背景に、めちゃめちゃ天気悪いです。
最近1週間ぐらいずっとある、嫌になっちゃうね。はい、おはよう。はい、奥さんが餃子食べたいって言ったのでね、また餃子作ります。チーズ入り餃子も作ろうかな。はい、今回は68個もできましたね。今日はね、義理の弟も来てるので、奥さんの弟も来てるのでね、みんなで食べようと思います。はい、完全に餃子撮影するの忘れてましたが、過去一美味しくできました。毎回作るたびに更新されててます。ゆっくり寝ようね、おやすみ。4月8日金曜日です。あいにくのね、天気は悪いですが、今から予防接種打ちに行ってきます。昨日は本当に寝れなくてね、パパママも全く寝れませんでしたよ。はい、ということで、予防接種向かいます。タクシーで向かいます。今日はね、すごい人がいっぱいいますね。タクシー代450円ぐらいでした。スナック買いました。150円ぐらいかな。なんかフィリピンのスナック駄菓子大体壺に入りがち。ナタデココ入りのジュースですね。モグモグってやつ。これ割と美味しいです。果たして何キロありますか？あ、全然変わってない。ランパスのサタンの5.7。ナバシヤモンのランパスのサタン。150g ぐらいしか変わってないの、前と。あ、違うか。200g ぐらいかな。ちょっと大きくなったね。前回からね、ミルクの量をちょっと減らしたので。成長率は、ただ身長は伸びましたね、多分。身長を測ってます。It's okay. It's okay. Okay, okay. It's okay. Yes. Yes. It's yum. Very good. Kada wasabi kita doko. Very good. はい、ということで、ミッチーの検診終わりました。今日はね、ロタバイルスっていう、ウイルスの予防接種で、口からね接種するやつでしたね。まあ、大体赤ちゃんこうペッて吐いたりとか、顔をすごいブンブン振り回したりするらしいんですが、ミッチーはよく頑張ってくれましたとお医者さんに言われました。はい、で、何だったっけな、あと、あ、そうだ、成長、身長はね、ちょっと高いって言われましたが、まあ普通ぐらいじゃないかな。あの、成長曲線見ると体重も、まあ身長も平均ぐらいでした。はい、今から日本食レストラン向かいます。食べたかったんですが、まさかのなんか水道が壊れたみたいで、テイクアウトしかやってないって言われました。ショック。ペッパーランチ、フィリピンでも多分日本でも食べたことないんじゃないかな。初めて食べてみようと思います。これにしよう。ビーフペッパーライスとガーリックビーフペッパーライスにしようかな。I have beef pepper rice, jumbo size. With egg and cheese, sir? Ah, no. And garlic beef pepper rice, jumbo size. Uh-oh. 値段がジャンボサイズ2つ、普通のペッパーランチのジャンボサイズとガーリックビーフペッパーライスのジャンボサイズで1300円ぐらいでしたね、2つで。はい、まあ、多分日本より安いんじゃないかな。絞りたてのレモンジュース、レモネード。お、あったあった。お、いいね。
ジャンボサイズ。来ましたー。こっちがね、ガーリックペッパーランチかな。で、こっちが多分普通のやつ。はい。はい。まだビーフが赤いんで混ぜ混ぜします。それではいただきます。熱々のうちに。美味しい。ソースがありました。まあこれだけでもね、だいぶ塩辛い味付けなんですが、ソース入れてみよう。うんうん。美味しいけど、めちゃくちゃ美味しいかって言われたら、あんまりそんなこともない。まあ。なんかあんまりビーフの味もしないですね。まあ普通に美味しかったですけど、想像してるよりかはそこまでだったかな。あと200円かけてね、アップグレード、アップサイズ量を増やしたんですが、それでもね、なんか普通のサイズとあんま変わんないんじゃないかなっていうふうに感じましたね。700円ぐらいでこれだったらもう来ないかなっていうような感じですね。はい、ということで、はい、ザークスバーガーってね、こういうレストランがあって、ここのねチャレンジバーガーいくらでかいので1400円ぐらいかな。でまた写真載っけておきますが、すごいのが、ね、あって、それを食べきったらタダやったかな。はい、いつかチャレンジしたいなと思ってます。奥さん荷物たくさんごめんね。はい、タクシーです。はい、晩ご飯は奥さんが作ってくれたポークピナクビットですね。長い豆とゴーヤとトマトと玉ねぎと豚、いただきます。野菜もりもり。義理のお父さんからいただいた野菜ですね。いただきます。うん、うまっ。新鮮。おいしい。おはようございます。4月9日、土曜日ですね。昨日のね、予防接種の影響でが、毎回ミルク当たるたびにうんちが出るようになってね、便秘なくなりましたね。よかったね。はい、なんとね、ご近所さん、ミルクフィッシュの養殖場に餌を下ろしているご近所さんですねが、こんなに立派な40センチぐらいありそうな、30センチぐらいかな、ミルクフィッシュを2匹もいただきました。これスーパーで買うとね、市場で買っても2つで1000円ぐらい絶対すると思います。すげえ、ありがとうございます。というのもね、この間オンラインでね、その方からオンラインで注文した商品、家にいなくて、自分たちがねオンラインの商品を頼んだ商品をね3日間ぐらい預かってたんですよね。で帰ってきた時に渡して、はい、ありがとうということで、多分お返しにね、返しってそんな立派、こんな立派な、美味しくいただこうと思います。奥さんは魚をきれいにするのが得意です。ちっちゃい頃からね、あの、おお、ほんとだ、鱗全部取れてる、すごい。ちっちゃい頃からねこうやってきれいにしてたみたいです。自分はね、やっぱ日本に住んでたので、パックにね入ってる魚しか食べたことなかったんですが、すごいね、すごいね。寝てたのに起きちゃいました。めっちゃ笑顔。また寝ようね。ごめんね、ダディがうるさかったね。はい、でこのミルクフィッシュ、日本名がね多分サバヒーかなんかだったと思います。
うん、揚げたり焼いたりするとね、身がふっくらして白身でね、噛み締めるたびに旨味がじゅわって出てくるようなめちゃくちゃ美味しい魚ですが、変な形の骨がえげつない量入っているので、骨には注意が必要っていうやつですね。早く食べたいな。また明日に食べるかな。はい、晩ご飯は、前ね食べきれなかった餃子を焼いて食べようと思います。でこの餃子の、ね、作り方は前なんかライブかなんかかな、動画で紹介した原田ハウスさんっていう先輩のねチャンネル、まあこの辺でまた出しておきます。でね、餃子を作り方をやってて、その方はねカナダで餃子を屋さんをやってて、多分ねそのレシピを教えてくれたんだと思います。それで作ったんですが最高に美味しかったです。それをまた今から作ろうと思います。はい、ということでできました。小麦粉をね使ったので羽根付き餃子にねしてみました。いただきます。めっちゃ泣いてる。おお、パリパリ、うまそう。はい、いただきます。泣いてる。いただきます。うまっ、すごい